大坂城の戦が終わり、日本は新しい将軍のもとに統治された。翌年、将軍の新しい法が制定され、国家は安定した。何年にも及ぶ争いの傷も癒え、文化や経済は栄えることとなった。しかし、束の間の平和もそう長くは続かず、将軍を倒すという陰謀の噂が広がった。この首謀者を特定できる者はいない。しかし、名前のみが一人歩きしていた。その名も影様。最後の一撃には魂を感じましたが、お二方とも守りがおろそかですぞ。侍には忍耐が必要です。さもなければ命を落とします。わかりました、無限先生。一緒に戦っても全くかなわぬ。先生は我らを倒すのを楽しんでいる。お二方の成長を楽しんでいるのです、マサル様。あなたと龍之介様は上様たちの息子ですから、その才覚はうちに眠っています。しかし先生は一刀で私たちを倒しました。忍耐です。いつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます。楽しみにしております。失礼します、無限様。将軍様が無限様をお呼びです。すぐに参る。失礼いたします。はい、父上よろしく頼みます。兄上、私に幕府軍の指揮を取らせてください。影様であろうが、その名を語る者であろうが、捕らえましょう。ああ、その必要性が現れればな。今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれ。また明日にでも話そう。もちろんです、兄上。使いからの連絡をお待ちいたします。よし、あれが輸送車か。なぜ止まっているんだ。どうやら橋が壊れてしまったようだ。ちょうどいい。旗付きのが士官か。念のため4人は仕留めておくか。終わったら無限に合図を送るとしよう。あの像のあたりがちょうどいい。奴らは何かを探しているようだ。誰かをかもしれないな。目立たぬように行動せねば。静かに。音を立てるな。この辺りに隠れたはずだ。探せ。そこにいるのは分かっている。幼児隠れの術。水のように剣術。突入する。背に入れた。水のように動け。罠か。面白い。動かないで。あんた何者？一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。
いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが、まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。突入する。静かに。よし、行くぞ。手際いいんだね。ま、大人だからな。待っているぞ。行くぞ。そうだね。静かにして。準備完了。手裏剣。狙いは外さない。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして？待って。私が鳥の声真似をするよ。もったいないぞ。うまくいくよ。誰かいるのか。静かにね。ここにいるのは分かってるんだ。いつでも準備はできる。俺が敵の気をそらす。猫と鳥行くわよ。暗闇に隠れているのは分かってる。できるわよ。数よりも腕だね。仕事だ。音を立てな。キツネが借り、私にもらってほしいって。待っても無駄だな。我が刃はすごい。我ながら上出来。ナイス。神刀滅却。待っているぞ。イモナさん。誰か引けるわよ。遅すぎる。うまくいった。突入する。仕事なずの誰もいらないんでしょう。まだ終わらんのか。用事隠れの術。うん、くそ。ここ。静かにね。準備完了。集中しろよ。我が刃は鋭い。神刀滅却。落ち着け。音を立てる宇宙だ。刃が血を欲しがった。採術。仕掛けがいっぱい。待っても無駄だな。100勝目。こっちにはもっと荷馬車が。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。見ほれ。ついてないぜ。手裏剣を使おう。一人目完了。刀を使うか。動物かしら。荷馬車はまだ突っかえてるのか。君主様はお気に召さないぞ。水のように動け。刃が。静かに。進捗は？やった。突入する。何か考えつかないと。謎謎か。崖の上の大きな岩が見えるか。どんな石に見える？美しい石だね。なぜこんなに時間がかかるのか。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通り。落ち着け。集中だ。水のように動け。猫と鳥。簡単ね。キツネが蛇みたいに巻いてるわ。鳥の声。嫌なサプライズでしょ。どこに置いたっけ。
素敵なためよ。まだ時間がかかる。たため完了。待つのって退屈。静かに突入する。俺が敵の気をそらす。あの音は手裏剣。やっか頂戴する。そうだね、上出来。くそ、水のように猫と鳥。くそ、待つのって退屈。なぜこんなに時間がかかるのだ。待っても無駄だな。教えろよ。突入する。簡単ね。できるわよ。集中だ。静かに。我が刃は上出来。くそ。簡単ね。進捗は。鳥の声。待って、音を立てな。今のは剣術。静かに。今行くわ。ちゃんと動くわね。メロディー行くわよ。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。今、うん、まだよ。聞こえたぞ。出てこい。神刀滅却、手裏剣術。せいせい。仕事だ。行かないの。落ち着け。突入する。集中だ。手に入れた。そうだね。なぞなぞかな。私にもらってほしいって。仕事だ。静か。待っているぞ。我ながら超出来。蛇みたいに巻いてるわ。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってる。ならば止め具を破壊するべきだ。風だ。猫と鳥。誰もいらないんでしょう。準備完了。突入する。音を立てるな。水のように動け。象の場所で無限に合図を送らねばならん。無限って誰。すぐにわかる。数よりも腕だ。音を立てる。やった。神刀滅却。落ち着け。集中だ。待っても無駄だ。水のように動く。幼児隠れの術。は？俺が敵の気をそらす。何か聞こえた。突入する。手裏風を切る。刀を使うか。静かにして。くそ。やった。音を立てるな。行かないの。なんだ、醜いやつだ。落ち着け。手裏剣を使おう。便利だな。水のように動け。
くそ、静かに。水のように動け。突入する。音を立てるな。何回かかるんだ。浸透滅却。仕掛けがいっぱい。蛇みたいに巻いてる。準備完了。鳥の声。抜き足。置いたぞ。はあ、面白そう。音を立てる。罠なくしちゃった。バッチリな罠。突入する。なんだ。音を立てるな。我が刃は鋭い。気をつけるんだぞ。誰もいらないんでしょう。ちゃんと動くわね。落ち着け、集中だ。かなり時間にもないぞ。静かに。剣術突入する。立てるな。キツネが狩り中よ。見かけたか。もういないぞ。落ち場に戻れ。今行くわ。行くぞ。水のよ。刀を使うか。突入する。手に入れた。手裏剣が使える。刃が血を欲しがる。頂戴か。水のように動け。数よりも腕だ。そうだね。静かにして。こそこそと。そう、静かにね。いや、私にもらってほしいって。準備いいわよ。音を立てるな。待っても無駄だな。ゆっくりと。仕事だ。できるわよ。いつでも準備はできている。頭を下げていろ。はい、先生。全体進め。上様のために。抵抗もほとんどなく二馬車を抑えた。相変わらず切れる腕前だな。正直に申すと、ちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが、才能は確かだ。それか、俺が不注意になっておるのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって、ハヤト殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す。少女よ。ユキです、お侍様。いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。ハヤト先生のお友達ですか。そうだと思いたい。奴はそうは思っておらんかもしれぬがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか。ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。ハヤト殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです。私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。